ピルスバリーはアメリカ海軍の駆逐艦、クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争と米西戦争で活躍し、流速系の改良に尽力したジョン・ E ・ピルスバリーにちなむ。その名を持つ艦艇としては初代。ピルスバリーは1942年3月2日にバリ島南部での戦闘で失われた。第二次世界大戦において、 乗組員が全員戦死した二つのアメリカ海軍の主要水上艦艇のうちの一つである。ピルスバリーはフィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズで1919 19年10月23日に寄港し1920年8月3日にヘレン・ラングドン・リチャード・ソン夫人によって浸水艦長 H.W. バーネス・中佐の指揮下1920年12月15日に 収益する。春工後、ピルスバリーは1922年にアジア艦隊に配備される。以来、極東方面に長くあったが、1941年10月までの行動の詳細は不明。1941年10月16日、ピルスバリーはマニラ案内で両艦ピアリーと衝突。 ピアリーと共にカビテの海軍交渉で修理が行われたが、その修理期間中に1941年12月7日の真珠湾攻撃の法を受けることとなる。アジア艦隊機関の重巡洋艦ヒューストンと、軽巡洋艦、ボイシ水上規模艦ラングレーをはじめとする、主だった艦艇は12月7日の夜にマニラを抜け出して、ジャワ島に向かったが、 ピルスバリーとピアリーは修理続行中のため脱出には加われなかった。3日後の12月10日、カビテの海軍施設は、高尾海軍航空隊と第一航空隊の空襲を受ける。ピルスバリーは被弾しなかったがピアリーが被弾し、総海てウィップアーウィルと共に消火に当たった。12月17日までには、ルソン島とミンダナオ島は常時日本軍の空と、 陸からの攻撃にさらされることなり、ピルスバリーとピアリーを対処のために南に向かわせることが検討されたが、残留海軍部隊の司令官、フランシス・ W ・ロックウェル少将はこの策を取らず、代わりに魚雷艇で対処することとなった。ピルスバリーの魚雷は、ミンドロ島において陸揚げされ、魚雷艇に移された。フィリピン戦線に対する日本軍の鉄輪は徐々に、 狭められ、アメリカ極東陸軍司令官、ダグラス・マッカーサー陸軍大将は、クリスマスイブの12月24日に爆料と、家族を伴って、コレヒドール島に退却し、2日後の12月26日に、マニラの無防備都市宣言を発した。アジア艦隊司令長官トーマス・シーハート大将は、後追いで宣言を知り、未だ、カビテにとどまって給油中のピルスワリーとピアリーが、 爆破され受診させられるという噂を耳にする。宣言発行当日の12月26日、ピルスバリーとピアリーは、ロックウェル少将の指示により、マニラを抜け出し、2日後の12月28日に、バリクパパンに到着した。その後は、他のアジア艦隊の艦艇やイギリス、オランダ及び、オーストラリアの諸艦艇ともに、スラバヤに落ち着き、ヒューストンや、ケイジン洋艦、 マーブルヘッドとともに対戦紹介や夜間紹介に従事。また、第58駆逐部隊に加わり、1942年2月4日には部隊の領艦とともにバドゥン海峡を紹介した。2月18日夜、カレルドールマン少将の機関である軽巡洋艦で、ロイテル・ジャワを主体とする連合軍艦隊はチラチャップを出撃し、 バリ島に接近する日本軍部隊の迎撃に向かう。これにこし、スラバヤからも軽巡洋艦トロンプを機関とする部隊が出撃し、ピルスバリーはスチュワート・パロット及びジョンディ・エドワーズと共にトロンプに随伴した。2月20日未明、ドールマン少将自家卒の部隊が上陸部隊を護衛する2隻の駆逐艦、大潮と浅潮を発見して、 バリ島沖海戦が始まり、トロンプの部隊は間を置いて、大潮と浅潮との交戦を開始する。ピルスバリーは、大潮と浅潮に対して、巨雷を3本発射するが命中せず、逆にスチュワートが被弾して、体型を乱したため、ピルスバリーは、パロットと衝突しそうになった。やがて大潮と浅潮の助立ちのため別の2隻の、駆逐艦、満潮と荒潮が反転し、 トロンプの部隊と交戦を開始する。被弾損傷のスチュワートは、ジョンリー・エドワーズを引き連れて満潮に命中弾を与え、ピルスバリーは反対側から満潮と荒潮にしつこく近寄り、一時はわずか1600メートルまで接近して交戦した。ピルスバリーの4インチ砲と50口径機銃は大いに、打ちまくり、目標に複数の命中弾を与えて炎上させたと判断された。 海戦後、ピルスバリーは、海戦中に座礁事故を起こしたパロットを助け、チラチャップに交代した。ジャワ島南岸のチラチャップは、ジャワ全土で日本軍に敗れた連合軍部隊の最後の拠点であった。脱出を図る陸上部隊は、このチラチャップからオーストラリアあるいはインドに逃れるため感染を渇望し、集まる感染話題は、マーブルヘッド、昭和、高湾定や、 スクーナーなどと足したようであり、陸上部隊を詰め込んだ艦船は順次チラチャップを離れてオーストラリアとインドに落ちていった。しかし、連合軍はさらに敗退を重ね、3月1日に至ってジャワ方面の海軍部隊司令官、コンラット・ヘルフリヒ中将はすべてのチラチャップ停泊艦船に対して脱出を命じた。この命令を受け、ピルスバリーは、 同じ3月1日に、パロット、エドサルホーカン、アッシュビルその他各種艦船と共に、チラチャップを出港して、オーストラリアに向かった。3月2日、バリ島から発進した第22航空船体の作敵機は、バリ島の南西300海里に、敵駆逐艦2隻、南100海里に、軽巡洋艦を発見。この報告を受けた第2艦隊司令長官、近藤信武中将は、 指揮下の従順洋艦アタゴと高カを、軽順洋艦に、マヤと駆逐艦の分け及び、嵐を駆逐艦に振り分けた。続いて作的機は、軽順洋艦は、震度190度、推定速力24ロットで南に向かっていることを伝えた。この、軽順洋艦は4本煙突であることから、マーブルヘッドであると判定され、近藤中将も、最後までそう信じていた。 しかし、本物のマーブルヘッドは2月4日のジャワ沖海戦で、損傷しすでにアジアから脱出していた。そして、このマーブルヘッドこそ、他ならぬチラチャップを抜け出したピルスバリーであった。近藤中将は、マーブルヘッドこと、ピルスバリーが、日本危険外を去れば、速力を減じて、オーストラリア方面に向かうと予測し、16時過ぎから、捜索列を張って、 ピルスバリーとの快適に備えた。22時7分、アタゴはピルスバリーとオボ式き歓迎を発見し、高尾に集合を命じて戦闘配置を例する。22時13分に観測すると、ピルスバリーは推定14ロットでアタゴと高尾に接近しつつあった。まもなく、ピルスバリーは6000メートルまで接近したかと思えば、アタゴと高尾を味方を持ったのか。 盛んに信号を送る。信号の変礼は22時26分頃からの一斉砲撃であり、ピルスバリーは完全砲に命中弾を受けて火災を起こした。それでもピルスバリーは後部の3インチ砲で汚染し、砲弾はアタゴとタカオへの資金弾となるが、アタゴとタカオからのさらなる砲弾は完全体に命中し、そのうちだけに命中した砲弾により、ピルスバリーは 旋回を始めた。旋回したピルスバリーと同航船に持ち込んだアタゴとタカンは広角砲弾まで打ち込んで破壊し尽くし、ピルスバリーは22時31分頃から右に倒れて沈み始め、22時32分に艦尾を上げて沈没した。艦長ハロルドシーパウンド詳細化ピルスバリーの生存者はなく、アメリカ側がピルスバリーの最後について知ったのは、 太平洋戦争終結後であった。沈没位置は日本側の記録では、何15度38分統計113度15分、何15.633度統計113.250度、-15.633113.250 と記録されている。ピルスバリーは第二次世界大戦の先行で2個の従軍政賞を受賞した。アメリカ駆逐艦士。 ピルズベリーの日本語読みは固定されておらず、ピルズバリー、ピルスベリー、ピルズベリーなどと様々ある。英語におけるピルズベリーの発音例はお参照。ディクショナリーオブアメリカンレーバルファイティングシップスでは、気候、浸水、収益の記述の次に太平洋戦争開戦直前に話が飛んでいる。英語版では1927年の南京事件に、 関与したという趣旨の記述があるが、出典元は不明。ありがとうございます。